九州エリアの子連れ家族旅行におすすめの旅館ホテル13選、じゃらん編集部が13の施設をピックアップ。今回は私じゃらん編集部の稲岡が詳しくご紹介いたします。子連れ旅家族旅行の際、ホテル選びに悩む方も多いのではないでしょうか。今回は九州エリアの中から宿泊はもちろん、館内に子どもが遊べる施設があるホテル、旅館をこのようなラインナップでご紹介いたします。1軒目は海上アスレチックやサップが楽しめるホテル、アイランド長崎。硫黄島にありサップやスパテーマパークなど、大人も子どもも夢中になれる遊びが充実したホテルです。7月中旬には60のパーツから構成された海上アスレチック長崎ウォーターアイランドが登場。小さな子ども連れには屋内のアークランドスパ、スパテーマパークがおすすめ。水着の貸し出しもあるので手ぶらでの利用が可能です。おすすめの客室はキッズロッジグランピング、夕食は屋外テラスでバーベキューを楽しむことができます。子どもの秘密基地をコンセプトとしていて、可愛らしい子どもサイズの家具が設置されています。2軒目は体験ができる旅館、割烹旅館筑前屋。海の幸を使った料理が自慢の老舗旅館で、客室はすべてオーシャンビューです。こちらは和室10畳の客室、海の香りを感じながらリラックスした時間を過ごしてください。旅館裏は絶好の釣りスポット、旅館にある釣り竿や餌を使って海釣りを楽しむことができます。イカの生き作りや煮魚お作りなど、海鮮尽くしの食事が味わえるほか、自分で釣った魚を無料で調理してもらえるので夕食時にいただくこともできます。3軒目は海遊び絶景温泉が楽しめるホテル、ホテルアレグリアガーデンズ天草。オーシャンビューの客室からは天草ブルーに染まる海が一望でき、非日常空間が待ち受けるリゾートホテルです。ホテルデッキから階段でつながる本土海水浴場へは徒歩3分、泳いだ後はそのままホテルへ直行できるのも嬉しいですよね。夕食は料理長おすすめの本膳コースを味わうことができます。家族旅行、グループ旅行には広々としたオーシャンビューの和洋室がおすすめです。4軒目はイルカタッチや小鑑賞ができるホテル、渋子湾大黒リゾートホテル。全室バルコニー付き、海が一望できるリゾートホテルです。隣接しているイルカランドへは送迎バスで行き来することができます。イルカショーを見たり、イルカと両手で握手をしたりと、夏の思い出作りにぴったり。また磯遊びや釣り堀での魚釣りもでき、渋子湾を丸ごと堪能できます。子ども向け会席では唐揚げやハンバーグなど子どもが喜ぶごちそうが並びます。子連れ旅行に人気が高いデラックスツインタイプの客室、かわいいキッズアメニティも用意されています。5軒目は草原で乗馬散歩体験ができるホテル、エルパティオ牧場。雄大な阿蘇にある牧場にレストランや宿泊施設が併設されています。緑の草原の中でホーストレッキングを楽しむことができ、馬上から雄大な景色を望むことができます。絶好のロケーションの中で味わえる溶岩プレートバーベキューは、肉類、野菜、ソフトドリンクバーなどセットでの提供です。アメリカンロッジをイメージした客室はカントリースタイルの調度品で統一されています。6軒目はハウステンボス唯一の城内ホテル、ホテルアムステルダム。ハウステンボスの中心にあるパークホテル、館内に入ると開放感あふれるロビーがお出迎え。朝食は豪華和洋ビュッフェで、職人が焼き上げるパンや出来たてオムレツなどが味わえます。こちらはデラックスデザイナールーム、コーナータイプツイン。ラグジュアリーな空間はヨーロッパを思わせます。キッズ向けのアスレチック、ファンタジーフォレストや3階建て天空メリーゴーラウンド、スカイカルーセルなど、家族で遊べる屋内大型アトラクションにも注目です。7軒目は
数種類の遊具が設置されたちびっこ広場が魅力のホテル、ホテルグリーンピア南阿蘇。阿蘇観光の拠点に最適な阿蘇五岳を一望できる展望台や絶景露天などリゾート滞在が叶うホテルです。子連れにおすすめのちびっこ広場には複合遊具などが点在していて、自然の中で遊ぶことができます。幼児用夕食の提供があり、ハンバーグやオムライスなどといった子どもが喜ぶ内容です。こちらの客室は本館の和室8畳タイプ、窓から雄大な阿蘇五岳を望むことができます。8軒目はアクティブに楽しめる南国リゾート、 ANA ホリデーインリゾート宮崎。青い空と海が広がるビーチフロントの南国リゾート、隣接する子どもの国へは橋で行き来することができ、杉の木で作った5つの遊具が設置されたアドベンチャーランドなど、アクティビティを存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。朝食は和洋バイキングで好きなものを好きなだけ味わえます。プレミアフロアのコンフォートツインの窓からは太平洋や青島を一望することができます。9軒目は星のプロと天体観測ができる星降る露天とカニまぶし包容層。星空が美しいタラの満天の星を眺めることができます。星降る露天ジッポ空からは有明海や九州4県を見渡せます。満天の星の日には湯船に星空が映り込むほどだそう。こちらオリジナルのカニ料理カニまぶし目当てのリピート客も多いそうです。青い畳が印象的な客室前からは眼下に海が広がる絶景を望むことができます。10軒目は降るような星空を堪能できるホテル、南阿蘇ルナ天文台オーベルジュ森のアトリエ。九州最大の天体望遠鏡を有する南阿蘇ルナ天文台を併設するホテル、リニューアルされより深く星空をテーマとした宿泊体験が楽しめるようになりました。晴天時のみ開催の究極の体験星見ヶ原では、寝転びながら星を観察できる上、 4K プラネタリウムや高さ6メートルの巨大望遠鏡を備えた天文台もあります。ディナーは創作フレンチで、メインには希少な赤牛のフィレステーキをいただけます。欧州の田園別荘をイメージした別館のメゾネットルームは5名まで宿泊が可能です。11軒目は3つのプールが楽しめるホテル、ホテル龍桃園。加瀬川のほとりに佇む健康、環境、感動がテーマのホテル。夏のプールは毎年楽しみにしているという方も多く、スライダーや波など3つのプールが楽しめます。夕食はガーデンスペースでできるバーベキュー、追加食材や飲み物持ち込みも可能です。家族旅行におすすめなのはラグジュアリーなモダン和洋室、畳の空間もありゆったりと過ごすことができますよ。12軒目は温泉プールが楽しめるエンタメリゾートホテル、別府温泉杉の井ホテル。温泉、食事、エンターテイメントが揃う大型リゾートホテル。アクアガーデンでは水着で温泉を楽しむことができ、夜は大噴水とプロジェクションマッピング、立体音響を駆使した新しいショーなど温泉エンタメが満載。こちらは2023年にオープンしたソラカンのソラカンデラックス客室、ゆったりとしたスペースが魅力です。ソラカン宿泊者専用のレストランでは洋食を中心としたビュッフェメニューが楽しめます。13軒目は県内屈指のレジャープールがあるホテル、スパ&リゾートホテルソラージュ大分肘。レジャープールスプラッシュプールガオは流れるプールやスライダーなど遊びのコンテンツが盛りだくさん。目の前には糸ヶ浜ビーチがあり、露天風呂からは別府湾のパノラマが。食事は大分の食材をメインとするボリューム満点のバイキングです。こちらは和室12畳オーシャンビューの客室、大きな窓からは絶景が望めます。
以上13軒のホテルをご紹介しました。天体観測ができるホテルや釣りができる旅館など魅力たっぷりの施設ばかりですので、家族旅行のホテル選びの参考にしてください。ご紹介したホテル、旅館の最新情報は概要欄からご確認ください。じゃらんではお出かけしたくなる様々な情報を発信しています。そちらもぜひご覧ください。